時代部、堀公園は東京都世田谷区北見にある区立公園である。東公園は1983年に開園した公園で、園内のメインは民家園である。東公園ではかつて、世田谷区内で見られた農村生活を身近に見られるように名主屋敷、民家二棟、表門、消防小屋などが復元され、公園内の自大部堀や水田と合わせて江戸時代後期から、 明治時代初期にかけての農村風景を再現されており、かつての暮らしぶりを体験できる。園内には公園の名の由来になっている時代部堀という用水が流れており、これは稲毛、川崎寮の大官であった小泉時代部の指揮により、慶長2年から15年の歳月をかけて開発された農業用水の一部である。この用水は正式には六号用水といい、 昭和初期までは、周辺の土地などに使われていたが、現在大半は埋められたか、雨水用の下水に転用されている。世田谷区内では時代部堀公園内に復元された約600メートルの流路と、マリコ川として一部分のみ残っているのみである。旧安藤家住宅その他にも、日常的に園内では、行事が行われている。AB 公園庁所平成年月日。 現在東京都建設局61ピアニッシもありがとうございます。